どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではカップヘッド続きをプレイしていきましょう。さあ今回もボスラッシュですよ。彫刻事件いきましょう。これか。おお、破片飛び散るのか。オッケーオッケー、気をつけよう。おっ、はい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 、釘持っとるよあいつら。あ、ちょっと危ない。オッケー。ほい。危ない。おっと。ほい。ほい、オッケー。はい。オッケー。よし。おお、結構激しいな、おい。あ、やばくないこれ、大丈夫？できるだけ敵の正面から動かないようにしつつ行こうか。OK。 ほっ、よし。OK。 あー、まあいっか。ちょっと待って、これめんどくせえな。ガードされてんじゃん。おお、なんでお前子供に戻ったん。ほっ、キャッ。危ない。痛い、クソ、食らっちまった。でもここまでノーダメージで来たのすごく偉いと思うんだ。やばい。待って、接近されたらまずい。よし、まだだな。次の携帯があるな。代用携帯だな。やられとるやないか。痛い、その鳥も攻撃あるのか。待って、カピセル。え、どこを攻撃したらいいの。あ、単価を攻撃すればいいの。あー、マジかよー。ふう、わしの羽は剥げ落ちたかてな。はお前らはまだまだ嵐の中やで。はいはい、なんでや。わしは空の支配者や。あれわしも恐れるところをわしは飛ぶんじゃ。あ、そうですか。結構攻撃当てにくいんだよな。痛い、クソ、至近距離で避けきれんかった。力持ちのお父ちゃんとお利口さんの僕とで君らを2敗ともやっつけた。あんた子供だったの。冷静に。うふふ、危ない。あー、クソ、うーん、ダメだな。そろそろ雛鳥になってくれない。まずい、終わらせる。 OK。 あ、クソ、当たっちゃった。よし、オッケー。いいよ、今んとこ順調よ、まだ。オッケー。ちょっとかわしづらいこれ。オッケー。おお、終わらんか。オッケー。
いや、さあ問題だ、問題の単価だ。近い近い近い、待って、やばいやばいやばい。 OK、 うわー、いけ、くそ、ハートも一応ダメージ通るもんね。 OK、 よし、これで決まってくれ。決まらん決まらん、やばいやばい、攻撃が激しい。待って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 、やばい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 、待って、タンカーを運ぶ人に攻撃を当てても意味がない。オッケー、危なかった。いいえ、塩コショウ振るんじゃないよ。長かった。おい、ここだけで15分戦ってるぞ。15分17分だよ。オッケー、B プラス、まあいいでしょう。あ、そこに橋ができる。大鳥わしのすけ、楽しの契約書をゲット。 OK です。よし、じゃあこの山の裏をぐるーっと回って、何やらなんかドラゴンがいそうな場所があったよね。ここ次行きましょうか。はい、行くよ。ワクワク火遊び行きましょう。あー、足場が安定しないけど、これきつくない？大丈夫か？どんな攻撃を受ける？ OKOK、 まだ大丈夫、まだ大丈夫。おお、尻尾もくるんかい。 OK、 いいよ。危ない危ない危ない。よし、今のところ順調じゃない？ OK、 OKOK、 まだ来るね。おっと、ない、まだダメージ食らってないよ。お、第一形態終わった。次後ろ、きちいなそれ。おい、おっと、飛び跳ねてくるやつがいるね。でも俺のね、ホーミングだから、一応後ろ向いてても攻撃は当たる。あ、痛い。そうかそういう飛び跳ね方もしてくるのか。あ、痛い、きつい、これきつい。ごめんよ、そんなに熱くするつもりじゃなかったんだけど、うざい。溜めたら一番高い雲の上でジャンプをするのがいいんだけど、今見えてなかった。落ち着け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 よ。ごなごな、誤解しないで。火を吹いたのはちょっと遊びたかっただけなんだ。お前は遊びの延長かい。問題はこっからだよ。一番高いところでジャンプ、一番高いところでジャンプ。おっと、オッケー、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。あー、危ない。オッケーオッケーオッケー、ジャンプジャンプジャンプ、一番高いところでジャンプ。もうどっちに飛んでくるか分かんねえから、ジャンプ。オッケーオッケー、よしよしよし、第二形態終了。さあ第三形態だ。ヒュードラヒュードラ、待て待て、めっちゃ炎吐いてくれ、めっちゃ炎吐いてくれ。やばいやばい、くそー。 1,2,3,2 に逃げた方がいいんじゃない？ふざけんなお前、攻撃してこなきゃいいだろ。わーお、あーマジかよ。あの丸い、あ、痛い、丸い火の玉を攻撃しなきゃいいと思ったのに。わっ、ブー、敵の攻撃をちゃんと見極めつつ。あ、何
何今の、何今の。よし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 、もうちょいもうちょい、おっと、危ねえ。痛い、やばいやばいやばい。オッケー、はあ、すげえ、もう1時間20分ぐらいやってたんじゃない。そんなことはねえか。めっちゃやった、頭痛え。たった2分の勝負なのに B マイナス、あ、 B よかった。 OK、 ドラゴン勝ったよ。グリムマッチスティック、グリム童話に出てくるキャラクターなのかな。いやー、はあ、疲れたっち。あとはじゃあこのピラミッドと、あ、そういえばお前はなんだ、いいところに来たね君たち。君たちょうど君たちの飛行機を改造したところだったな。これで敵をボムで爆撃できるようになったよ。いつでも好きな時に切り替えられるからね、試してみてねと。飛行機にミニボムが装備されたぞ。バトル中いつでも武器を切り替えることができるぞ。ショットとミニボムを切り替えることができるってことか。なるほどね。まあでもそろそろ時間なんだよね。さっきのドラゴンのやつで1時間以上かかったからね。カットカットしまくってるけど、まあ、次からもっと頑張るよ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。